演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートの何もしないので白玉マッチを食べたいと思います。お悩みの中に白玉が入ってるってことなんでしょうか。なんかそうでないような、そうでないような、どっちかでやるんでしょうね。そういうふうに言うのでは、おお、なんか生地がもっちりとした感じがしますね。あー、いやー、白玉はちょっと隠れちゃってますけど、確かに膨らみはありますね。抹茶クリームを祝いです。ではいただきます。和の風味満載のどら焼き、白玉の食感も良い。外側の生地もやっぱりもっちりしていて、中にある白玉も弾力があって美味しかったですね。ここに抹茶クリームがあんこがうまく入っていて、それがうまく調和されて、もちっとした食感にともに口の中にもうまく広がって、とっても美味しかったです。あんこはさっぱりしていますし、抹茶クリームもそれとしつこくないので、あっさりいただきましたね。というわけでこちらの点数、思えばもっと白玉欲しかったかも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。